食べさせたら今まで食べた俺の中で一番美味しいと思うから安心ね。おっさんに食べる君はやっぱ一番いい。どう？今回のホッサンはせーの、どうも、おはようございます。それでは自己紹介お願いします。プリズムの風原陸人です。あのメンヘラ募集中です。お願いします。桜木奈緒です。ギャルが大好きです。おいしょー。永遠の可愛く26歳真央です。よろしくお願いします。ラブ女、大体いい女、どうもマットです。得意な得意なんでしか食べたことない。逆にね。逆にやっていきましょう。はい、はい、ということで最初はお二人ですね、なおくんとりくくん。今寒いからあったかいもの、はいはいはい、まだあったかいものでした。それだって決まってるっすよね。決まってるね。もう熱々にできる。熱々にできる。OK、はい、もうこれでしょ。じゃあお二人ですね、もっくんとなおくん、はい、私のイメージで楽しんでたんじゃん、あったかいもので。見た目的にもさ、女の子だからそんなに多分食べたいことないと思うああ、確かに女子っぽくて、まあ、ヘルシーで、うん、原宿系ね。アンティックカードもう一個あるんだけど、めちゃめちゃいい、楽しみです。もう決定や。やったこれやな。届いた。あ、じゃあ届いてよ。何これ。あ、これはね、おお、あったかいものだ。冬といえば熱々おでん。あおでん、私もチキンタク大好きなんだよね。嬉しい、ありがとう。あん、してもらおうかな。じゃあ一言言って食べて。一言、はい。俺が食べさせたら今まで食べたおでんの中で多分一番美味しいと思うから、あんしてあげるね。あん、うん、これも言っていいの。これは食べてよ。食べていいのかと思った。うん、どう見た目と美味しい。もう一回、もう一回、もう一回行くの。もう一回、あ、いいの。いいんですか。面白いな。逆にね、せっかくなんで。なんで言ってくれます。結婚しよう。え、待って待って待って。これやってますわ。これ消してますわ。これ、え、全部行かせるタイプだ。あ、大丈夫だよ、いけるから。このままいける、いける、いける。おじさん、おじさん、ごめんごめん。ちょっと、ダメだ。リアクション取れてないもんね。ごめん。全然なんかグングンって入ってるけど、最高のなんかいい言葉なのにこれではないじゃん。次は葵ちゃんで食べさせてくれると。お腹空いてるの。お腹空いてる。なんかちくわ食べたい。ちくわ食べたい。ちくわ食べたい。ちょっと新しい話あるから。ちくわ、どうぞ。とかけまして風花陸人と解きます。その心はピンクも柔らかくて素敵でしょう。一本やった。一本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 。読み聞きは気をつけてください。読み聞き気をつけます。じゃあ気をつけます。大根くれよ、大根。はい、甘い言葉ないと喋れない。あー、やらせるんだよ。そういや、ちょっと甘すぎて自分で吐きそう。大丈夫、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 大丈夫。はいはい、この熱々のおでんみたいな、俺たちも熱々なので、はい。言いそうじゃん、絶対言いそうかなと思って。ありがとうございました。嬉しかった。よいしょよいしょ、お待たせしました。お待たせしました。あのパンケーキと巻いたけどこっちにしました。見た目的にもさ、女の子だからそんなに多分食べたいことないと思う。あ、確かに女子っぽくて、まあヘルシーで、原宿系ね、治療系ラーメンですね。はい、葵ちゃんといえば生の豚骨ということで、豚を、はい、全然食べにくかった。俺が一回咀嚼するかな。咀嚼すんな、咀嚼すんな、咀嚼すんな。じゃあ、僕からですか。得意、得意って言ってたから、最近得意って言ってたから。僕の得意なところ、得意、得意。じゃあ、アップでこうカメラ撮ってもらっていいですか。デデンデンデデンデデンデンデデン、不安なの。デデデン、カメラ目線でででで。もう一枚言ってもいいですか。あれ。じゃあ僕と一緒に話したいんですけど、葵ちゃんから先に行きますね。これ怒られてる、これは。俺が渡すことチャンスなくなるやろ。まあね、せっ
ディアブロ行く？せっかくジローだから。ジロブルだね。美味しそうでしょ。美味しそう。ああ美味しいね。その後一緒こと大事。うん、まあ、よかったよかった。なんで？マジで。よかったよかった。何？気に込んだ。見たことない。いくらぐらいの？2400円くらいです。やばいこれ。そんな高いの？そんな高いです。あ、美味しい？うん。美味しそうに食べる君がやっぱ一番いいね。どう？今チャキーンってことなったから加工で。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。はい、ということでありがとうございました。はい、2人は二郎系、まさか、だってあんだけさ、ふわふわな原宿系のパンケーキとかが売った女の子らしいと思うんだみたいな。女子っぽくて、まあヘルシーで、原宿系ね。パンケーキガードもう一個あるんだけど、2人には確かあったかいもの食べたいって言ったのね。2人には初めてだから私のイメージするものがいいって。イメージなものをたくさん飲んでくださいました。ありがとうございます。そしてちゃんとみんな甘かった。甘かった、いろんな意味で甘かった。それでは、今回、勝った方は、ダンはい、おーい、だって思ったわ。今あったおでん、すごい良かったんだけど、値段で勝ってる。まず値段で、値段で勝ったら、1000円以下。倍したから、2000円以下。と、まあ、意外とちょっと笑いに走ってた。意外とぶっ込んでくる。意外とね。そうすごかったの待ってる。なんかすごかった。とりあえず。じゃあ僕と一緒に話したいんですけど、葵ちゃんから先に行きますね。すごくて自分がこうなんか。今引いたって引いたの引いてた今。すごくて恥ずかしくなった。ああ、よかったよかった。二人もよかったね。これじゃ結婚しようって言ってるだよ。結婚しよう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは